多分全部放送できないですね音楽にも価値がなくなっちゃってる。僕は逆にブランディングをしないブランディングっていうところで、うん、俺は長い鼻は打ち砕くライナーゲイシャッター、つまりこれはゲイシャッターのラップかな。はい、やってみました。これは事前に打ち合わせだな自然にヒップホップだから出ちゃう出たのね。では今日はうちのキャスティング部もめちゃめちゃ頑張っていただいて、今回はそのラップ界のもうチャンピオンって言っていいですか。もう俺もうチャンピオンでしょ、ね、エースさんが来ていただいてます。はい、次回またこれまた政治家でその自治会で次回は早い早い終わらせたい次回は政治家、次回はスポーツ選手と日本代表と、もうだからその本当トップ中のトップがこのチャンネルは見れるということでですね、今回もめちゃめちゃもういろんなこと聞いていきましょう。はい、はい、MC サギくんやったらやったらいやもう本当本当僕もねラップやってるんですよ。最近ハマってて、最近ハマってるんですよ。それでいろんな見て毎回出るのがエースさんだったりとか、あこれなめだるまさんが好きなんですけどね。あ、そうなんですね。エースさんも好きですけどね。なかなか厳しい方だった厳しい方だった。そう全然多いです。はいはいはい、はい、でも改めてよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お二人で全然違うじゃないですか、その、まあ、職業的に。まあ、見た目も違えば中身も多分違うのかなっていうところだと思うんですけども流暢な日本語だから見た目の感じ違うちゃんと頑張りました。いやでも本当謙虚でね、もう本当に腰が低くて皆さん多分パフォーマンスですからね、やっぱりね。そうそうそう、カメラの前悪いイメージはあります。悪いイメージだから今回はちょっとピュアなイメージを引き出していこうみたいなそんな感じで初恋とかたぶん全部放送できないですね見た目通り。はいはいはい、では今日はどんな感じでやるの。いつも通りのこのキャッチボールで。いや、打ち合わせしたでしょ。打ち合わせ通りじゃない。全部崩すから台本でやってたのにこの質問やだなエースさんに許可取らずにすいません。いやじゃあ一つ置きたいですよ、はい、台本通りに、はい、台本通りいきます今ね現状のヒップホップシーンをどう思うか、まあ、ちょっとざっくりしますけど。なんて現状のヒップホップシーン、まあ、ヒップホップ業界ですけど、ヒップホップ業界がどう思うか。どう思うか。ヒップホップ業界、俺はそんな知らないよぶっちゃけ。いやいや本当知らないです。でもどうなんですか現状のヒップホップ業界。そうですね、まあ、ヒップホップっていうジャンルだけに区分けすると今までにないぐらい、潤っている、はい。あ、まあ、ちょっと人気が、でもその結構見れるようになってきたよね、うん、そうですね、目にする機会が増えてきた、うん、やっぱなんか露出っていうか、まあ、社会が追いついてきたっていう部分もあると思うんですけど、そのヒップホップ怖いとかそういうのじゃなくてちゃんと自分たちが選んでついていけるっていう、うん、あれが増えてきたっていうか、まあ、SNS の成長もそうですけど、はいはいはい、まあ、やっぱラッパーたちってラッパーやってますって胸張って言えなかったんですよ、僕が20歳とか23歳ぐらいの頃までは。そうなんです、ね、そうなんですよ。今でもまあそこまでこう偉そうにおいラッパーだなんて言えないんですけど、うん、昔に比べたらちゃんと職業として成り立ってきているよねっていう段階ではあるかなと思いますね。発展途上というか。へ、やっぱ日本はそのヒップホップ業界は結構遅れてたんですか。そうですね、まあ、遅れて、まあ、そうですね、他の国に比べたらだいぶ遅れを取っていたし、まあ、特有じゃないですか、やっぱりその島国の中でそのしかも海外から来た文化のものを、ね、なんかこう根付かせるっていうのは、やっぱその海外でのかっこいいっていうのは海外の背景があって、海外の貧困から始まった音楽でみんながすごい共感できる部分がやっぱ生活の中にめちゃめちゃ溢れてるからこう根付いたっていうだけのことであって。どんぐらいなんですか今歴は。僕個人で言うと12年ぐらいなんですけど、多分日本で言ったらもうちゃんと40年ぐらいなんじゃないですか。まだ歴史的に多分おそらくでちゃんと認識され始めたのがもうほんと1990年代とかだと思うんですけど、結構前から個人的にやってる人たちはいっぱいいると思うんですよね。へー、そうなんですね。で、次行こうか。もう全部違うのごめんね、ごめんね。まあでもお金事情ですかね。あー、うん、なんかヒップホップどうやってどういうところから、だから
あれだよね、マネタイズってどうしてるのか、音楽で本当実際に稼げるのかとか、まあ、あのやり方によりけりなんですけど、まあ、本当にスタンダードな、そのラッパーの例で言えば、まあ、CD を出すっていう時代だったんですか、うん、CD 売れますか。いや、もうほぼほぼ売れないですね。その大ヒットとかでも別にそんなに売れないというか、まあ、手売り、現場の手売りではちょっとバカにならないぐらい結構、まあ、コンスタントに売れてはいるんですけど、その売れてた時代とかに比べたらもうスズメの涙の領域かなって話なんですけど、まあ、それでまあ印税だったり、あとライブのギャランティーっていう、まあこの3台がまあ基本的なあれになってくるんですけど、今の時代だとやっぱ YouTube っていうものもあったりとかで、あとイベントを自分で開催する、イベントの売り上げっていうものだったりとかっていうところが、まあ基本的な大きな収益になってくるんじゃないかなっていう。イベントも自分でできちゃう感じなんですか。そうですね。だから昔だったらさ、そういうさ、なんか事務所を通してさ、イベントの開催とかやってたけど、今はもう何でも自分でできちゃうんですよ、個人で。そうそうそう、だから新聞と一緒ね、新聞と。昔さ、新聞ってさ、あのお金払って新聞やってたじゃん。だからお金払って情報取ってたけど、今音楽って普通にさ、あのお金を、音楽も一緒じゃん、うん、昔って CD を買って、だから CD を、音楽を聴くってことにお金払ってたよ、みんな、うん、でしょ。でも今って YouTube だったり Spotify とかだったり普通に聴けちゃって、それが、普通にお金を払わないで聴けるようになってくる、うん、だから音楽にも価値がなくなっちゃってる、はい、音楽に価値はあるんだけども、音楽に値段がつかなくなっちゃってる、うん、今現在。だからじゃあどこで値段つけるかって、やっぱりその音楽ってただの人を集めるツールでになって、 その集めた後そういうイベントを開催したりとか、うん、あとグッズを販売したりとか、うん、そこの出口戦略がないと生きていけないんじゃないのみたいな。まあ、でも本当はそれが一番あるべき形なのかなっていうところで、もともと音楽ってじゃあこの曲が200円っていう形自体がその間違ってるっていうか、まあやっぱその曲200円で売っててもその制作費って曲によって全然変わってくるし、もともとのそのコストが全然違うし、聴く側にこの曲に対していくら払いたいかっていう、なんかもう聴く側に受けた感銘も違うじゃないですか。だからそこ結構多くて、僕昔その路上でラップするっていうのがあって、でまあ投げ銭、海外の文化みたいな感じで投げ銭っていうのがあって、なんかペットボトルみたいなの置いて、そうそう、帽子みたいなの置いてこうやってで歌ってて、まあ、その日によって、まあ、全然いる人によっても変わってくるんですけど、まあ、その時にふうと思ったのが、割と今のその配信で定額っていうのはありなのかなっていうか、で例えば全部無料でも、無料でも全然無料でも、言ったらそこに人が集まるっていうところで、まあ、広告ビジネスができるじゃないですか、変な意味。その若い若年層に向けて、じゃあこのイベント1万人集まりますよっていうところで、逆のところからこう広告収入という形でこう広げていって、ヒップホップ広げていくっていうマネタイズの仕方は割と最近みんなやってるのかなっていう。賢い。エースさん、アプリ出したらどうですか。いや、俺思うんだよ。あの、今なんか聞いたところによると自分で教室をやられてるみたいな。あ、そうですね。ラップスクールっていうのもやってまして、で最近ちょっとあのいろいろな事情でお休みさせていただいてるんですけども、そっちの方はどちらかというとビジネスというよりかはラップという文化をちょっと浸透させるっていうか、それやっぱ怖いってイメージ持ってる人たちとか、まあ、サラリーマンの方だったり、主婦の方だったりとかでも、そのラップを楽しみ方、ラップの技法として楽しみ方っていうか、まあ、勉強できるような、文化として勉強できるような教室を開いてるという形ですね。なんかさ、アプリでやったらいいんじゃない？いや、あのラップをさ、あのラップバトルみたいのをさ、なんか一人言って MC もしっかり入れて、今のアプリってなんか1対1じゃん、ズームみたいなさ、そうじゃなくて MC もなんかこうやっていて、で投げ銭もできて、で観客がジャッジできて、そのラップのリアルタイムで、あ、こっちが勝ってるとか、これ、ゲーム感覚。いや、それ、あの、あ、でも一緒にやんなくて、取られちゃうね。取られない。多分、間もなくそれやり出す人が、多分もう6、7月とかに出てくるのかなっていう。うちも、うち1週間でやっちゃえばいい。いやいや、ぜひ。まあ、ちょうど、まあ、ご時世もご時世で、その客を入れてイベントができない状態じゃないですか。そうで、まさに今多分そのイベントを経営している人たちは、まあ、そういう相談を今ちょうどし始めてて、どこが一番ベストなのかみたいな。アプリ開発やってるんで、ぜひぜひ。絶対いいと思うよ。間違いないですね。それでチャンピオンみたいなね、それ面白いと思うよ。あ、それいいね。いや、めちゃめちゃいいと思う。ディベートの対決とかさ、ディベートみたいな感じですもんね。まあ、そうですね、言ったら意見交換しながら、そうですよね。それでちょっと過激バージョンがラップみたいなね。いいよ、これ。
それあの開発に入れといてください。仕事増えるぞこれ。山崎さん発注しといて一週間以内で。いや面白い。お二人にこれ、はい、はい、はい、あの竹原さんよくねもうすごくブランディングブランディングって言ってるんですけども、まず A さんが気をつけてるブランディングと竹原さんどっちでもいいんですけども、どちらのものをブランディングをこう意識して自分で。そうですね、まあブランディングはいってなるとちょっと難しいところなんですけど、僕は逆にブランディングをしないブランディングっていうところで言ってて、うんうん、そのラッパーってもそもそもブランディングされてるんですよ、ラッパーっていう生き物自体が世間のイメージで、うんうんうん、でそこを突き詰めていくってなると、まあ、やっぱちょっと悪いことしなきゃかっこつかないのかなだったり、あの、まあ、見え方すごいなんかかっこよくないといけないっていうところがあるんですけど、僕の場合は逆にそれを崩していくっていう型にはまらない。だからラッパーでもバラエティ出るし、まあ、ラッパーでも全然 YouTube やるしみたいな、そういうところで別に怖くないんだぜっていう、もう普通の一般的な一般人が、まあ一般人の見た目じゃないですけどこう全然普通にやってるよっていう方向ですかね。であとまあ一個あるのはやっぱこうかっこいいなっていうのは根底に絶対なきゃいけなくて、やっぱその見てる若い子たちがこうなりたい憧れたいっていう、そのまあ男の子だったら例えばモテたい、もう何でもいいです、不純な動機でも何でもいいんですけど、うんうんうん、じゃあモテたいのか、じゃあどうしたらモテるのか、俺みたいになりなよって、まあ、俺のやり方パクりなよって一時言わなくても、あいつモテてるらしいぜ、めちゃめちゃなんか女の子と遊んでたらしいぜって噂が勝手に回れば、まあうわなんでモテるんだろうって気になって調べてなんかフォローしてくるじゃないですか、うんまあ、そういうところはあの意識してるかなっていう。ブランディングを気にしないのがブランディング、はい、その通りよね。好きそうなの見てみてまたこれ隠れちゃうまた TTP しちゃう面白いね。いや、もう本当そうですよね。あのどんだけ SNS とか YouTube ってどんだけ自分のコンプレックスをさらけ出したかって、うん、あの実はみんな見たいのってその表面の 1% のキラキラした人生じゃなくて、その裏側にある 99% のなんか普通の生活だったりとかなんだよね。だから普通のモデルが松屋食べてるとかさ、そういうところを見たかったりとか、うん、そういうところをうまくね理解してるからやっぱり YouTube でも有名になるのかなと思うんですよ、ね。いやでもあれです、俺の場合はあれですね、あのストーリーですよ。これ結構音楽と俺ストーリー、つながる部分があって、例えば俺らって例えば音楽つながるって何かっていうとね、ストーリーって結局俺クラシック聞くじゃないですか、まあ、あのピアノとかバイオリンとかね、うんうん、あのそういうのやるんですけども、結局あれってお歌詞がない普通の音楽なんですよ、あの音だけなんですよ、はいはいはい、でもそれを聞くのなんでかっていうと、頭の中では実はそこにストーリーがあるのよ。例えばさ、あのトルコの行進曲だ、トルコ行進曲だったらモッツァルトのね、あの1683年かのそのウィーンを包囲されたみたいな兵隊がそれを行進してるようなイメージが聞いてる間も俺頭の中にあるんですよ。だから結局音を聞いてるんじゃなくて、聞いてる音で想像を俺ら見てるわけなんですよね。これが音楽の根底であって、で例えばワールドカップでさ、アフリカのなんかワールドカップの曲がさ流れるとさ、それって別にあのサッカーの曲じゃないのに、なんかそれを聞くだけでサッカーがイメージされるし、そうだから音楽にもそういうストーリーがあるの、歌詞がなくても。でそれにダイレクトに、ダイレクトストーリーテリングみたいな感じでダイレクトにあの直接歌詞で伝えてるのがラップみたいな話なんだけども、だそれと全く同じで、なんか今までの曲ってさ、その曲の中でストーリーを語るけども、実はそのストーリーを伝えてから曲を書けるみたいな、あのストーリーを把握してから曲を聴いた方が、イタリアン料理レストランでそのコースの説明を受けてから食べる方がなんか美味しく感じるじゃん。そういうなんか戦略とかは音楽ではめちゃめちゃ重要なのかなと俺は思うけどね。そうだから俺の講演会とかも結構中身を見せた状態で講演会したりするの、うん、はいはい、だからそれもあのその講演会に至るまでのそのストーリーを伝えてから、その講演会をやるから、うん、その講演会がよりよく聞こえるとかね、入りやすい、そう、そういうなんか一歩手前の部分の、うん、あのブランディングはめちゃめちゃ気をつけてます。そうブランディングしないことがブランディングだそういう戦いなんですかっこいいよね、面白いね。はい、ちょっとここで、すみません、うん、はい、さんなかったらもう申し訳、もう飛ばしいんですけど、はい、だからもう逆に竹原さんにこうなんか聞きたいこととかって、ああ、いっぱいあるんですけど、はいはい、まあ、多分視聴者の皆様も多分気になるところだと思うんですけど、いやこれは本当にありますか、これはまあ、本当に下世話な
お話なんですけど、はい、S ですか M ですか。いや興味あるか。どうでもいいわ。俺は M だな。どっちかって言ったら。なるほど。S っぽい感じ出してる。S っぽいけど本当は M みたいな。どんな質問ですか。本当にこれですか。あ、いや、まあまあまあ、まあ、あのこれでちょっとこう人柄がちょっとアイスブレイクでね、キャッチできるかなっていう。はいはい。なるほど。これ事前に言ってた質問。どういうこと。いや、まあ、やっぱ気になるじゃないですか。言ったら、まあ、成功なさってて、いやいや、もうすごいじゃないですか。で、まあ、その領域に行った人が言ったら、そのやっぱみんなから見てたらちょっと感覚的にね、まあ、ラッパーもそうなんですけど、どうなのっていう、その一般の方からするとその感覚とかもちょっと変わってきちゃうんじゃないのっていうところで言って、まあ、S なのか M なのかって言ったら M だっていうところでも、あの感覚がもう全然ブレてないっていう。そこで見てたんですね。そこなんですよ。 S はちなみに俺はド S っすよ。ド S だって。じゃあ相性がバカやった。ド S ということ。まあ、なんかやっぱりどうなんですか、そういう風になんか変な目で見られたりとか。いやー、しますよ、しますよ、本当に。なんかこの後の企画でさ、なんかお金持ちの女性事情みたいな、なんか企画があったじゃない。そこで結構ね、結構本当変態は多いです。あ、本当に変態多いですね。なんかね、笑ってんじゃないか。裏でみんな笑ってるけど。そう、まあまあ、それぞれの性癖があるからね。この話やめよう。いや、俺子持ちだし。あ、お子さんいらっしゃる。いや、3人いますよ。あら、います。あ、ご結婚もじゃあ。結婚もしてます。変な汗かいてきたわ。なるほど、なるほど。ってことはなんかある。ねえよ、ねえよ。本当にこれで。あ、はい。ないですか。え、でも逆にエースさんはどうなんですか。さっきなんか女性事情ちょっと、あ、まあ、これカメラ回る前に聞いていいですかって言ったらね。あ、そうですね、そうですね。まあ、実は僕も子供をいて、はいはいはい、2人いるんですけど、まあ、彼これ1年半会えてない状態というか、まあまあ、結婚する前にもうラッパーの子だったんですけど、はいはい、結婚する前にこう別れちゃってっていう形なんですけど、まあ、そんな暗い話じゃないですよ、全然、全然。その子とこの間、1年半ぶりにあの MC バトルの会場で会って、まさかのトーナメントでその子と戦うっていう。すごい。マジですか。え、ガチリアル。 YouTube 載ってます。いや、 YouTube には載ってなくて DVD 化されてるんですけど、本当つい2月、ちょ、2月みたいな感じで、で、まあ、割とその最近僕そのバトルの調子良くて、はいはいはい、負けなしぐらいな勢いのあれだったんですけど、ダイバーシティ、まあ、要はラップって完成、客の歓声で決めるんですよ、判定を。で、まあ、先行の何々が良かった方、イエーイみたいな、まあ、まあ、6対4で勝ったり、7-3で勝ったりとかって、そういうあるんですけど、初めて1000で負けて、ダイバーシティの空調の音が聞こえましたね。1000まあ、久しぶりだな、みたいな。なんか、太ったじゃねえか、みたいな。まあ、ちょっとまあ、やっぱ、ムード的に悪くなんなきゃいけないなみたいなムードなんで、これどう戦うのが一番いいんだろうと、これ映像に残って将来子供たちが見るんだもんなとか思いながら、どうしよう、どうしよう、あんまなんかでもなんか謝ったら謝ったら終わりだしなみたいな、こう思いつつ、まあしょうがない、とりあえずちょっとディスる方向で行こうみたいな、ただもうめちゃめちゃ葛藤があって、もうラップどころじゃねえよこれみたいな感じなんですけど、で向こうが、え、知らなかったんですか、出てくるまで。いや、知ってたんですけど、はい、要は2回戦とかなんですよ。はい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 、言ったらその前で負ける可能性があるんですよ。で、絶対負けるだろうって相手だったんですよね。で、僕シードみたいな形だったんで、まあ、ゆっくり電車乗って向かってったら、ツイッターがざわついてて、なんだなんだ、なんだなんだ、延長戦になってる、延長戦。あ、もうすぐ着くけど、で、着いた瞬間に勝者何々勝ち上がった。次俺じゃん。やばいね、もうすごい、怖いねそれ。一気にさーなって、え、どうしようみたいな。で、相手に言われた言葉が、お前より私はすげえ味わってるものが多いんだ。なんだ、なんかすごいこと言うじゃん。そのもう負けすごい男からしたらね、そうしてうわーって、何を味わって、俺だっていつも苦痛や苦渋を味わってるぜ、やつ、こっちが味わってるのはお前より多いんだって、子供と朝食う飯はうめえぞ、味わったことあっかって言われて、ナイス。
すいませんでした。すげえ。俺それ100パー曲げるわ。それ100パー曲げるわ。持ってたな大きいわ。そうですね。完全ソルです。やーべえ。これ24時間テレビで。すげえな。やーべえ。湧いただろうな。でもそういうのもなんかこうラップのいいところっていうか、やっぱリアルなんで、おもろいね、はい、見たいねそれ。いやちょっともうちょっと偉そうかもしれないですけど、ちょっと竹原さん的にちょっと、はい、ヒップホップ業界ちょっと足りないんじゃないかみたいな、ああ聞きたいですね。うん、いいんですか。はい、ぜひぜひ。俺もラッパーのこの端くれのここに入ってもないから、ね、そうか、ラッパーじゃねえな。確かに。え、俺ヒップホップ業界、ヒップホップ業界で音楽業界じゃない。うん、音楽業界でやっぱり足りないのは、今だからさっき言ったようにお金がかからない時代になってる、うん、だから例えば PV 撮るのも昔は十何人20人ぐらいさ、うん、いたけども、今って普通に大相撲でね、こうやって自分で撮れちゃったりとか、うん、iPhone で撮れちゃったりとか、そういう時代で PV すらも自分で作れて、本当にお金がかからない時代になったの。お金がかからなく音楽が作れるから、別に音楽にを販売するっていう価値がなくなって、はい、だからお金がかかってないから、そこで利益を取ろうとしてないやつがどんどん出てきて、だからこそ YouTuber とかが、うん、その何百万人とかさ、もう言っちゃえば何千万人、海外で言うと普通に旅しながら音楽を作りながらみたいな、それを YouTube とか SNS で発信してるだけで人が集まっちゃう時代で、もうそのプロダクションとか、そのミュージック業界の会社としてビジネスとして成り立つ業界じゃないのよ、もうそもそもね、うん、でそこに今所属しているようなアーティストってぶっちゃけ中抜きされるものしかなくて、そこに所属している価値はないのっていう、というか、俺結構モデル業界の先輩とかいるんですけど、はいはい、もうこれはっきり言っちゃうと、モデル業界とかも全部そうなんですよ。タレント業とかも、プロダクションとかも、あれも結局彼だって別に何もしてないんだよ。ぶっちゃけね。もう本当そう、本当そう。大丈夫ですか、事務所。ああモザイクで。事務所入ってるんですか、ね、知らないか。音楽は別なんで。音楽は別なんで。音楽は別なんで。音楽の部分は何もしてないんで。はい、だそうだと思うよ。だってね、いろんなモデルのことは前さ、言っただよね、うん、食事に。ほとんど意味ないじゃん、あんな話を聞いてたらさ。でそれで、そこに所属するっていうことは、今後 100% なくなっていくわけだから、うん、じゃあどういうふうにやるかって言ったら、個人の出口を作ってあげるような戦略じゃないといけない。だからこの人の音楽のセンスを別にこのプロダクションが変えれるわけがないんだから、この人のセンスはこの人にやらしといて、から音楽の部分はもう好きにやらしといてとか、モデル活動の部分はやらしといて、そのモデル活動で人を集めた時のその出口の部分のヘルプをどうするか、例えば起業するんだったら起業するし、例えばそのイベント会社を建てるんだったらイベント会社を建てるとか、そういうところにお金とかその人材とか知恵とか、そこにマネージャーをつけるべきで、そういうなんかやり方じゃないと音楽業界って全く意味がない業界、というかもうこれは芸能業界も全部そう、自分でできちゃうから、全部自分でできちゃうから、だって売らなくていいんだもんね、うん、無料で作れるから、うん、結構昔と比べて今音楽って作りやすいですよね。そうですね、もう自分の家でパパッと Mac のパソコン1台あればいくらでもできちゃうというか、いるのよ、うん、YouTuber で海外の2人組の男の人がこうやっていろんな山の中とかでマイクと MacBook だけで編集して、これまた綺麗なね、波の音とか山の音とか、それをなんかヒップホップ系とか、あとカバー曲にしたりとか、そういうのあるの。ラップの場合だと逆に事務所所属してるアーティストがほとんどいないんですよ。いないですか。はい、もうその事務所っていう形にすらまだ行き着いてないというか、逆に言ったらそのマンパワー個人力でもう手売りだったりとか、あとレコード会社さんとかがこう気に入ってくれてやってあげるよみたいな感じでやってくれたりとか、でも独立して自分たちでこう立ち上げたレーベルを立ち上げるだったりとかなんですけど、まあ、やっぱその今後やっていく若い子たちがまあ、そのノウハウっていうのがあれば多分ラップなんてやんないと思うんですよ。そもそもの人生の中で本当に好きでラップやってるっていうよりかは、僕ら世代とかだとラップしかねえなみたいな、で言ったらその中で悪いこともしつつ、悪いことで生計立てつつラップやってる人っていうのもいたりとかするんですけど、まあ、言ったらそのまとめれるブレインを持った人、インフラとかをこう立てれる人がいないのかなっていうところで、そういった部分を俯瞰で見れる人材っていうのは出てくるのか出てこないのかっていうところで、あんま出てこないんじゃないかなっていう、ヒップホップことヒップホップでいうとっていうところなんですけど、
まあ、なんかそこの部分でなんかこう、うん、どうかなっていう質問をしたいんですけど、あ、さっき言ったあのアプリとかもまさにそうですよね。今までオフラインだったその音楽とかそういうイベントをオンラインでどういうふうにその楽しみとか臨場感を残しつつやるかとか、いちいちトーナメントとかもそのオフラインだから人数限りのあるトーナメントをしてるけども、オンラインだったら人数限りなくトーナメントができて、本当に全国大会とかすぐパッて毎月のように開かれるみたいな、はい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 、だからそのラップとかヒップホップ、まあ、ヒップホップ業界みたいなそのバトル的なところも全体的に上がってくると思うけど、ね、そうやってみたらいいじゃんみたいな、ビギナークラスとかさ、そういうのも作れるし、そうそうそう、だから結局そういうなんか一つの業界だけであの付き合ってちゃダメだと思うんですよ、はいはいはい、そうだからそこに違うその例えば IT の人間たちとのつるみ度だったりとか、そういうのがあったらもっと世の中って新しいことがどん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 生まれるんですよね。だからこういうのいいと思うよ俺、あのこういうね、つながってすごく嬉しい、ね、あれですよね、あのここで一個決定ということで、いいですか取りますけど契約者ちゃんと取られてる、うちの契約者もみんなサインしてるじゃん、あれいいのこれみたいな、いやだ、差し条件ってのある、あ契約書で、いや初めはもう意味の分かんないよね、条件突きつけるんですよ、はいはいはい、みんな、なんか見ないのみんなサインするから日本ってさいいのこれみたいな、ちゃんと見てください、いい先に言っときますから、ひどいよねあれね、うちの投資契約の条件とかね、やばいよねあなた作ったねあれね、そうそう本人そう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 、面白いな、だからそうよそうよ、だから本当にそうだと思うよ、そういう IT とはやっぱり絶対にどこの業界もつながった方がいい、いや逆に IT の人は IT の業界で戦おうとしないで IT がないところに行けばいい、うん、結局だからこういうセッションとかどん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 やった方がいいと思う。でこれ1個言ったら MUP とかいいじゃんね、いろんな業界の人がさそのタップ1個さ見つかんだからさ、そういうのに会いまくればいい、異業種交流ってこういうことがいいよね、そう異業種交流もなんかあれもお互いが何かを売りたがってるからいけないんだけども、なんか本当にこういう楽しいから会うみたいな機会がどんどんあればいい、うん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 、竹原さんがラップめちゃくちゃ余ってるんですよ、はいはいはい、正直本当のラップっていうのはやっぱりラップじゃないっていうのはやっぱぜひなんかちょっとだけでもいいので竹原さんにやってくれんの、ちょっとラップ、はい、やってくれんの、竹原さんにへのちょっとなんかなるほど、あれはビートはいやもうちょっとあ、ね、いいですよ、ちょっと怖いわ、怖いわ怖いわ、逆にこれ、あれ、ちょっと俺、あの、家宝にするからちゃんと取っといてね貴重ですよ、いや、じゃあいいこと言ってくれるんだろうね、いや、まあ、それは、あの、エイさんに分かる、あ、そうおっと、前振りが効いてるなんでもですそうっすね、わかりました、オーケーオーケーオーケーくれ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 これマジウケるじゃんかめっちゃおもろいよ、これは嬉しい、 Yeah まずは東京、これは東京で、東京のこのタワーマンションに来た瞬間にあった竹花じゃなくて俺は長い花は打ち砕くぐらいな芸者だ、じゃなくこれは芸達者なラップかな、 OK つまり今日は初めまして MUP よりも俺のラップの方がすげえってこと見せつけるぜ、君は27でも俺はそう自由型、理由はないかもしんないが IT 俺はそう抱えてるぜ愛人、でも子供が3人いるならば大事にしてるパピー、つまりダディ、間違いないファミリーがいるから男として最高のこいつをこれからもよろしくな、 YouTube の企画これしかないけどリアルなこと言う、だけど俺は未来の先見性の目、きっとハゲるから髪の毛は大事にせ、それしか言えねえ、 This じゃないぜ This じゃないぜ偽りじゃないんだ、これはアドバイスか知らないけどカロラインじゃなくて俺は言葉を運びたい、ストリートカルチャー、ヒップホップのカルチャー、つまりはこれ IT のカルチャー、カルチャーよりもこれは言葉遊び、仕事は遊び、まるでカルタ、わかるか、ピース、うわー、すげえ、すげえ、すげえ、ね、かっこいい、今、事前打ち合わせなし、いやいや、すごいそうこんなに話してないのちょっとびっくりした、ビビるわ、一曲できます、いやいや、めっちゃ長えなと思って最初終わったかなと思ってあれまだかみたいな、いや、すげえ、すげえな、聞いっちゃったもん、なんか、うん、いや、分かる本物ですよ、これが、ああ、ダメだ、ダメだ、さあいや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 、もう嬉しいな、いやおもろいわ俺これ、あと切っといてインスタに載せるから今おもろいわ
やばい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 。いやいや興奮したわ。はい、ありがとうございます。キャスティングの方本当ありがとうございます。めちゃめちゃ面白かった今日。ちなみにキャスティングの方が先ほどあの顔をめちゃいじってくださいって。ラプリーさん。でも全然あんまりね。なんかいじるのかなと思ったらね、ラップみたいなね。そうそうそう。いい歌聞いて。最高のダディみたいなね。いや。はいはい。ありがとうございます。もう切り出そうにしてるから。ほらクリエーションがまたもう投げんだよみたいな。編集大変なんだよ。さあでは、はい、こんな感じでこん、ね、今後もいろいろな業界のトップの方と、はい、もう業界の業界絞らないと前のなんか MLM の業界あったでしょあれも一応俺いいと思うね、はい、ああいうのもねで今回ラップの業界あと政界の業界、どんどんいろんなところとねあのコラボしていくっていうところはクオリティが違うからねいえいえここで長くなるはいでは今日もありがとうございました、はい、あ、待って、あのラップでコメントといいねしてくれよ、はい、みたいなあー OK ですいやまずは白チャンネル登録もう録してる暇はないぜ損得考えずいいねしろあとコメント俺たちが乗っかるぜトレンドウェイヨではありがとうございます Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.